はい、どうもごめんです。今回はですね、こちらマグメルに自陣ノブックス艦隊で挑んでみた動画でございます。今回もね、結論から先に述べたと思いますが、勝てませんでした。まあ、時間見てもらったらわかる通りね、全然やる時間なくて、で、やろうと思ったんですけど、ちょっとね、タイミングが合わなくて、一回だけ入っただけなので、もう一発勝負での動画になってます。で、身の厳選も全くできてなくて、激種過激と、戦型過激の特急無印がついてるだけ、になってます。で、フレンドのスクールドは怪我減りがついております。で、まあね、受信化かなり強いんじゃないかと言われてるんですけども、個人的にはね、友情爆発がなくなったんが、ちょっと、痛手かなと思ってるんですけど、まあ、エナさんもね、まあ、マグメルでもし使うんやったら、まあ、使わないでしょうけど、みんなは。使うんやったら、まあ、エナさんでもいいのかなっていうのもありますけど、まあ、今後に期待ですかね、ノブクスに関しては。まあ、もちろん今まで現状でもね、かなり強いとは思うんですけど、まあ、枚数 L 持ってるんで、やれるかなと思って、とりあえず出てきたんですけど、まあ、とにかく身の厳選をね、したいですね。同撃。で、同盟、撃名、鮮明っていう感じで身を分けるか、まあ、どっかしらに照明とかを入れるか。っていう感じで、まあ、攻撃とね、ヒットポイント両方とも底上げしてやれば、十分勝機はあるんじゃないかなと思うような感じでした。ただやっぱね、天使ちゃんをね、相当配置が良くないと倒しきれないと思うので、まあガイドがね、なかなかまあ自力で湧くことを願うか、もうセルフガイドでしっかりと、ワンセットね、倒していかないと。ワンセットっていうかまあクロスドクロのキャラをね、倒していかないとっていう感じなんですけども、とにかく難しいですね、やっぱり。適正なキャラでいけばね、マグメルはそこまで難しくない。特にね、2周目の爆裂の中ではね、そんなに難しくないと思うんですけど、まあ、やっぱね、ちょっとね、キャラ変えたりとか、変わったことすると、一気に難易度は、跳ね上がってくるので、まあ、改めてね、しっかりと、自分のね、PS を磨いていかないといけないんですけど、まあ、フレンドが結局ね、スクールドがいいのか、それとも、ノンノがいいのかっていうとこなんですけど、まあ、なんとも言えないですね、正直。まあ、ワープがついてる分、スクールドの方がいいかなっていうところはあるはあるんですけど、で、状態上回復もできるんでね。ただ、ノブックスで行く場合は、エナサーが結構、ルーペに当たってくれるんで、まあ、スクールドの友情でルーペ当たるっていうよりかは、まあ、攻撃アップ要因と状態上回復メイン。で、まあ、最終ね、まあ、もしくはピンチなど道中でも、あれ、弱点露出してね。SS、大号令ぶっぱしててもいいと思うんですけど、まあ大号令持ってるんで、別に弱点無理くり出さなくても、まあまあ、最終残してれば、なんとでもならんじゃないかなっていう気はしてるんですけど、まあまずそこまでいけるかどうかですよね、結局ね。言うてやっぱ道中普通にきついはきついんで、まあ、一体ぐらい速殺とかつけておいて、バトル2とかバトル3とかでもね、打てそうやったらもう打っていくような感じでもいいんじゃないかなっていうとこまでありますね。割と今回は、いい感じで打たずにいけたんですけど、まあ、バトル3、まあ、今のバトルも結構危なかったですし、まあ、バトル3とかもね、こう配置があんまり良くなかったり、左右上下のギガマンティスのところにね、入ってる、まあ、下のね、ノブックスの位置とかに、キャラがいるとやっぱかなりきついことになるので、まあ大号令は打てる状況、まあ少しでも早く打てる状況に持っていけたらそれはそれでいいんじゃないかなと思うので、まあ速殺も一体ぐらいはありかなという感じですかね。まあなくてもね、一段階目は普通に溜まるんですけど、まあ一段階目でね打つのはどうなんかなっていうのもあるんですけど、まあまあ威力よりもまあ動かして入れるっていうことがメインなんで、やばいと思ったら打った方がいいかなという感じですね。道中も言うて3発あるんで、
まあまあ。こうもね、223残ったんはちょっとびっくりしましたね。まあでもその、ね、結局、身なしで耐えれてるんで、まあ身で底上げしてあげたら、もうちょっと楽になるんじゃないかなっていうのはやっぱりありますね。で、この辺はやっぱね、ハートの脇とか、ガイドの脇とか、割とやっぱ運が良かった部分はあるんで、まあ次回同じように行くかどうかわからないですし、まあ大体ね、僕の中の勝手なあるあるなんですけど、初めて挑んだ時が結局一番進める、こういう特殊なパーティーの場合は。で、かなり回数やって、唯一クリアできるみたいな。一回目でクリアできたらもちろん一発ですし、一発目が無理やったら次クリアするまでには意外と時間がかかるみたいなのが、なんか変なね、ジンクスというかね、まあ悪い方のあれなんですけど、なんかあるんですよね。まあ皆さんもそういうね、なんかその、オカルトみたいなのは、それぞれあると思うんですけど、まあ僕はそんな感じですね。で、まあバトル3なんとか抜けていきましたよと。で、バトル4のウラヌスがってか、まあこっから先の中ボスないしボスが毎ターンホーミング打ってくるのがやっぱり非常に痛いんで、もうなんなら全員に怪我減りつけたいぐらいなんですよね。さっきまでと言ったことが全然違いますけど、まあね。そのパターンとしては何個かあるかな。まあ実際は神殿行ってみてどの実が出るかにもよると思うんですけど、まあ難しいとこですね。どこを優先、何を優先していくのかっていうのは難しいとこなんですけど、で、この辺の第5話の打ち方ちょっと微妙だったんですけど、まあまあ一応倒しきれたんでよかったかなと。ただやっぱ温存はしていきたいので、ここでね、使い切りたくはないんですよね、やっぱり。となると、そこまで配置は良くないですけど、まあ入れていくと。まあ全然、これぐらいやったら入れれますよね。一反射ですし。となると、まあ3手抜けと言いますか。3手で雑魚処理完了してるんで、ここでちゃんとスクルト上に入れれたら良かったんですけど、当たり判定を未だにミスると。いう感じで、ピンチなんで、とりあえず打つんですけど、これがだからね、もうちょっと角度集中して打ってもよかったのかなっていう。まあ大体で打ったら、誰も上に行かないっていう、大惨事起こってしまって、ここでほんまはね、上に入ってもう突破したかったんですよ。第5で一発は絶対残しときたかったんで、突破しときたかったんですけど、突破できず。で、一応さっきの反省を生かして上に入っていく。しかし弱点まで届かずに、ふわで、やっぱエナサーとかも食らうと非常に痛いんで、もうコブ打つしかないんですよね。まあ次ホーミングだけなんで打たなくてもよかったといえばよかったんですけど、まあもう抜けとかんとまずいかなっていうので、まあ抜けていったっていう感じですね。まあ打たなくてもよかったかなと思いますね。まあとりあえずバトル5まで来ましたよということで、ただね、やっぱりこの天使を倒せる位置にいない。で、エナサーをもらう位置にノブックスがいてしまっている。で、これがね、ノブックスがいけると思ったんですけど、右から。マグマに当たってるんですよね。で、ホーミングクライのレーザードンササリーのお疲れさっていう感じで、まあ今回一発勝負ここまででしたという感じだったんで、まあ身の厳選をしてね、次回はせめてボスまで、まあできればクリアまで持っていきたいかなと思ってますので、またね、動画時間あればね、もちろん撮ってあげたいと思いますので、身の厳選だけね、まあ頑張っていきたいかなと思っております。最後一応身の紹介だけね、口でも言いましたけど、して終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ、いいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは。